よしやろう。はい、ネットでポチりたいです。今日はザラのサープラス、ザラサープラス、またザラかよって感じなんだけど、一応我慢してんのよザラ。ほんとポチりすぎっていうか、特にアウターね、ザラオリジンズで欲しいやついっぱいあんだけど我慢してるし、リミテッドエディションも我慢してるし、サープラスもまず第1弾が出た時に気になるものいっぱいあったよ。中でもピンクのボンバージャケット、あれ欲しかったけど我慢した。ほんとアウターだらけだから。セカンドドロップで白のライダース、コットンのライダースが出てきて、これバサッとさ、でっかく着たらかっこいいよなと思ったけど我慢した。アウターだから。でも我慢できなかったのがこれなんだ。ということで、ザラサープラスのセカンドドロップもう開封しちゃってるんで見ますか。しーちゃん興味持って、しーちゃん興味持って。興味ない、興味がないっていうことで皆さんに見てもらおう。はい、こちら分かりますか。このなんかね、アブストラクト、抽象画、抽象柄と思いきや抽象柄じゃなくてね、よく見ると花柄がね、この水彩で描いた花柄がこう水でぼやーっとぼけたみたいな。花柄着たい気持ちはあってもね、なんかビシッとした花柄だとなかなか合わせづらいっていうのあるじゃないですか。そこがこういう抽象的な花柄っていうのはなかなかいいかなって思ったのと、素材がこのリブの部分はコットンポリウレタンなんだけど、メインの部分がレーヨン 100% なんですよ。レーヨンだからサラッとして、こうなんかつるっとして、こうなんか涼しいっていうか、夏これ着て、これ半袖シャツだからこれ着て夏過ごしたら最高だなーなんて思って、でも実はこれ欲しいと思ってもポチれなかったの。もう発売日に速乾しちゃってて、買わなくて逆に良かった、これ以上増やせない、増やしたくない、でも欲しいみたいな、そんな気持ちが相まって、一応入荷、再在庫復活した時の通知だけメール届くようにしてたら、数日後っていうか今週の頭に届いたんですよ、通知が。まだあると思って、まあその勢いでポチっちゃいましたよね。商品名がプリントシャツ、プリントシャツって書いてあったから、シャツなんだこれと思って、シャツだったら今シーズン買ってない、持ってないからいいやと思って、これ同じものでももしシャツブルゾンっていうタイトルだったらポチらなかったと思う、アウターだから。まあそんなもんですよね。でこれの L サイズポチって、まあ私ポチったらすぐもう在庫なんてなくなったんですけど、売り切れになったんですけど、やったーラッキーと思って届いて、こう開封して羽織ってみてがっかりしたの。サイズがなんか違うぞと。俺がオンラインで見たモデルの着用の写真とちゃうぞと。でかいぞと。だいぶでかい。ほんとだいぶでかいし、肩がね、全然落ちてなくてズドーンと張ってて、なんじゃこりゃと思って、もう返品、即返品と思ったんだけど、よーく肩の部分見ると、ザラとかユニクロでもそうだけど、お店にかけてあるやつとか届いた時って、この、シワじゃないんだね。折った後の線がビシッと入ってる時あるでしょ。これも肩のところにね、なんかね、この縫い目とは別のその奥の方にビシッビシッと折った時の跡がもうそういうデザインかのようにビシッと入ってて、その折ってあるせいでこう全然肩が落ちなくて、こうなんかすごい張って見えたのね。これはと思って、スチームでここの折り目をなくせば肩落ちるんじゃねえと思って、これスチームかけてしまうともしかして返品しづらくなるかななんて心配しつつ、でもちょっとどうなるか見てみたいと思ってスチームをかけたらば、落ちた。肩は落ちました。落ちたにしても見せようだよ、でかい。これ L サイズ、私再入荷希望出してたの L サイズで、 L サイズだけ再入荷したのでポチったんだけど、俺のマイサイズは L じゃなかった、 M だった。でも M は買えなかったんですよ、速乾して買えない、在庫も復活しない、 L しか復活しない。じゃあ L を着るのか、でかすぎてボトムスを選ぶのね。クローゼットの中でいろいろ合わせたけども、すげえ持ってるよ、ボトムスすごい持ってんだけど、その中のほんと何本かにしか合わなくて、それ以外はことごとく合わなかったのよ。
そんなアイテム無理して買う必要があるんだろうかなんて思いつつ、ちょっと忙しかったから一回保留と思って、あのクローゼットかけといて、一晩寝ながら考えて、本当に欲しいものだけクローゼットに追加しようと。ただでさえぎゅうぎゅうなのに、そこに返品の可能性がちらっとでも頭をよぎったものをかけておく余裕はないと思って、よし返品だと思って、次の日クローゼットに入ってって、まあこうまじまじと見たの、まあ最後の別れだと思って。そしたら声が聞こえたんですよ。本当にそれでいいの？っていう声が聞こえたの。ちょっと待ってと、一回だけじゃあ最後に着てみるからっつって着てみたら、昨日あんなにしっくり来なかったのに、一日経っただけでなぜかしっくり着てて、なんだと思って、でまあこう声を聞くわけですよ。それでも返品するのって、そう言われた時にあって思ったんですよね。なんだこれ、デジャブ？なんかもしかしてこの動画見てる人もデジャブって思ってるかもしれない。同じ経験したことあるぞと、でそういう動画作ったことあるぞと、わーっつって自分の YouTube のガーって遡ってったら、去年のちょうど今頃、これだこれ、このこれです、これちょうど今から1年前にポチって動画にもした、これザラサープラスのセカンドドロップのシープレザーのボンバージャケット、これ今すごいお気に入りになってきてるんだけど、これの動画去年の今頃作ったやつ、ちょっと怖いけど見てみますか。これ開けた時に悩んでしまった理由がいくつかあって、早い話がサイズ選びを間違えたなぁと、 L サイズを選びました。そしたらブッカブカで、このルックのモデルさんのようにはならなかった。返品だとしたら最後に1回だけ、もう1回これ最後に1回だけ着てみたの。そしたらなんかね、声が聞こえたんだよね。本当にいいの？えっと思ってもう一回聞き直したの。そしたら本当にそれでいいの？最後にこれを着ている姿をもう一回よーく見たら、さっきと印象が違って似合ってるということで、まあなんだかんだ言いましたけど、これはね返品しないんです。デジャブじゃなくてちょっとイカれてましたね。去年と全く同じことやってる。というわけで、1年前と同様に返品を回避したザラサープラスのプリントシャツを着てみましたので、ご覧ください。身長179センチの私が L サイズを着ています。ザラは海外サイズなので、日本でいうところの XL 相当だとは思いますが、オリジンズとかリミテッドエディションの L でここまででかいと感じたことはないんですよね。まあ個体差もあるとは思いますけど、とか言いつつ、どうですか、大丈夫ですよね。このデニムをたまたま履いていた時に最後の試着をしたわけで、その前の日他のいろんなデニム合わせたけどちぐはぐだったんですよ。でもこのシーオールのデニム、リメイクデニムはいい感じだったんですよね。お店で試着する時とかも、その時何を着ているかによって全然印象違ったりしますよね。運命の一着のはずなのに、ポテンシャルに気づかないまま似合わないって諦めて、まあでもね、それも一期一会ってことかな。で今回はこの04のテロッとした感じとか、裾のリブの感じとか、お気に入りの要素いっぱいのアイテムとお別れせずに済みましたとさ、めでたしめでたしってことで、もう一個だけコーデやってみるとしたらこんな感じかな。リックのショーツ、定番だけど10年以上前に買ったんで今と微妙に違うかもしれないですけどね、このショーツで。このリックのショーツもね、最初サイズがでかすぎたかなって、間違ったかなって思ったんですよ、10年前。でも今ではすっかり夏の一軍アイテムになっちゃって、まあ第一印象じゃ本当の相性は分かんないってことですかね。というわけで、でかいけどお気に入りになりそうなザラサープラスのプリントシャツでした。去年そして今年と2回同じことやってる。二度あることは三度あると言うけど、来年も同じことやってたらさすがに皆さんもうチャンネル解除してください。そんなやつダメです。ってことで、今日ね、4月26日の水曜日ですけど、今日の夜の9時からですか？ザラでセールありますよね。ザラのゴールデンウィークセールかな？オリジンズとかリミテッドエディション、もちろんサープラスとかは対象にならない。本当にね、インラインの限られたものだけなんだけど、気になるものもあるんだよね。どうする？ヒーリー！